オルベリク、なぜお前がここに。話は後だ。まずはこいつらを片付ける。久しぶりだな、エアハル。ああ。お前は。あれは群れのボスだ。奴らを倒せば、群れは統制を失う。俺が右を得る。いいな。分かった。そちらは任せる。油断するな。連中は高い知性を持っている。群れで動くリザードマンは手強いぞ。死ぬなよ。お前もな。そうじゃな。さあ。いや、覚悟しろ。我が剣は守るべき者のために。さあ、どうだ。ここからが本番だ。サブリオ。私の番。幸運の風よ、いられよ。なかなか考えがいが。
癒しの奇跡に迎えたな。行くぞ。負けません。不弱の舞、月には動かさん。それでは、
さて。オルベリクさん。これでリザードマンの群れは統制を失う。群れを蹴散らすのも楽になるはずだ。そう。オルベリク。グスタフに聞いた。あいつに会ったのか。まあ、お前の事情もな。そうか。故郷を失い、そして行き場を失った私は、とある傭兵団に拾われた。ホルンブルグを滅ぼす手引きをする。王は私の故郷を見捨てた。グラナドは最後まで王の助けを信じていた。許せなかった。ある日私はホルンブルグに潜入し騎士となった。それからはあの戦いお前は復讐を果たした。ああ、復讐に駆られた私を。陛下は心の強い方だった。そうだな。あのお方は最後まで民を守ろうとした。そんなアルフレード王を私は。私は復讐を理由にして殺してしまったのだ。復讐を果たせば解放されると思った。憎しみから。だが結果はただただ虚しいだけだった。達成感など微塵もない。それどころか思い出すのだ。騎士として生きたあの日々を。後悔したのか。後悔。ああ、後悔。なのにお前たちと過ごしたホルンブルグでの日々が。傭兵団も解散し、私は流浪の旅に出た。ウェルスプリングにたどり着いたのも、そんな旅の途中だった。そして、お前はこの町を守ろうとした。Thank you.
抜け、エアハル。受け止めてやる。俺が、お前が。この剣で撃つ。俺は陛下を守れず、民を守れず、自身の剣の意味を見失った。だが気づいたか。意味は失う。なぜなら、俺もお前も、エアハル。俺にはお前の後悔など理解できない。そしてお前を許すつもりもない。俺は勝たなければならなかったんだ。勝って守らなくてはならなかった。陛下、お前も。だからこそ今度こそ負けない。勝って抜け、エアハルト。俺あの時の結果を忘れたかとは言わん。剣に嘘はつけ。抜けば本気で振る。いいな。当然だ。出なければ意味がない。ならば。すべてを剣に込めるのみ。この戦い、負けられぬ。覚悟はいいか。ここからが本番だ。よっ、行くぞ。はっ。よっ。使わせてもらう。ここからが本番だ。ここからが本番だ。行くぞ。覚悟はいいか。使わせてもらう。行くぞ。よっ。行くぞ。さて、覚悟。させてもらうか。覚悟はいいか。はっ。覚悟は。おう。
悟は、うん、行くぞ。使わせてもらう。守りを固める。行くぞ。おれよ。使わせてもらう。覚悟はいいか。守りを固める。おれよ。ここからが本番だ。使わせてもらう。おれ守りを固める。ここからが本番だ。おう、使わせてもらう。さて、ここからが本番だ。おれ、ここから、ここからが、うん、使わせてもらう。おれ、うん、ここからが本番だ。また一つ強くなる。感謝する不思議なものだ。いや、勝手なものか。全力を出してなお届かなかった。だというのに、何の悔いもない。悪くない。ああ。エアハルト。お前に計画を持ちかけた傭兵団の団長とは何者だ。オルベリク。自分のために
一国を滅ぼすほどの人間だ。放っておけばまた悲劇が起きるかもしれない。俺は今度こそ守らなければならない。それがお前の剣の意味だからか。そうだ。団長の名はベルナーという。そのベルナーは今どこ？私が任務を達成すると傭兵団を解散してリバーフォードへと向かった。私が知るのはそこまでだが。それで十分だ。知っている。そうか。守るための剣か。無事だったか、エアハルト殿は。ああ、無事だ。心配をか、これで残りの連中を掃討すればリザードマンの被害も収まるだろう。本当ですか？あの群れの長たちを倒すだなんて。ああ、オルベルクの助力のおかげだ。私一人では無理だった。さすがは双璧の騎士、二人がいてくれれば怖いものなしだ。なんと感謝すればいいのか。ありがとう。礼には及ばない。俺も目的があってのこと。そしてその目的も果たした。俺は次の目的のために行く。オルベリク、私は。分かっている。すまんな。謝ることじゃない。一つだけ警告しておく。ベルナーには注意しろ。どういう意味だ？剣の腕はもちろん、底知れぬ怖さがある。強さよりも怖さが。そういう人だ。私より強くなったお前にだからこそ言う。あの人と比べてお前が弱いとは言わん。恐ろしいと思うのは間違いなくベルナだ。お前がそこまで言う相手か。では行ってくる。全てが終わったらまた。